すごいなぁ、着たいなこの衣装ね。どうじゃねえっす。これから超会議に向かうよ。はい。超が本番だからね。やっときましたよ。そう。もう俺もカラコンね、気合入れていつもより早く出ようと思ったけど、やっぱ10分ぐらいかかる。めっちゃ部屋の中でこもってんなと思ったんだよね。ほんとやりづらいカラコン。今からそうね、入ってますね。はい。ということで、後で配信しますので、皆さんよろしく。よろしく。またねー。ということで、はい、着きましたすげー人数、すげー人、激しく向かって歩いてますね、まあ、やばくない？いやでも俺的にはね、こういう感じは懐かしい。本当？そう、まあ過去2回行ってるからね。うん、まあね。これでこうね、便乗してこう、大阪に着く。うん。さあ、うちらはここから、はい、できるだけ急いで、ちょっと時間遅れてるんで、予定よりも8時半着だったけど、まあ、9時着ぐらいかな。そうですね、予定ではとりあえず着いて、うん、中に入って、そう、まあ早めに入れればいいよね。まあ、わかんないんだけど、いや、入れるんだったら入りたいんだよね。そうですね、まあ、9時で、あの関係者ですから入れるんだったら入りたいんで、うん、で、まあ、ちょっとあの様子見て、そうですね、そういう感じで行こうかな。はい、あ、とりあえず多分、うん、約1キロぐらい歩くみたいなんで。そうだよね。まあでも全然すぐだよ。本当ですか？あとは上がってるの、上がってしまったの。うんうん、上がった気がするけど。25度6度あー、まあそのぐらいぐらいだって昨日の夜の段階では言ってたので、うん、それぐらいでね、北海道は考えられへん。いや、25度6度でもさ、北海道とさ、こっちとさ、しけってるのが違うじゃん。そう、だからね、ほんとに夏の始まりぐらいだよ、これ。そうそうそう、やっぱ夏始まってきたなぐらいの。初夏、初夏、もう北海道よ、そういう感じ。なんだっけ、昨日だったかな、昨日の夜のテレビで湿度70何パーセント。70何パーセント？はぁ、みたいな。なかなか厳しいよ。どう洗濯も乾かない。乾かない。さあ、徐々に近づいてまいりましたけど、はい、まあ、ここね、ぷーちゃんは初めてだから、そうですね、会場の雰囲気を、ね、楽しんでいただきたい。ドワッていう集まってるなっていうあれをね。ということで、そう、向こうにとりあえず着いたらもう一回、そうですね、放送したいと思うので、はい、僕らの出会いも肉玉でした。こんなね、イベントにね、そうそう、出るとは思わなかったね。そうそう、あの、クルーズ見た時にはね。そうですね。旭川の少年と横浜の地方会議に来るとは思って。さあ、ということで、はい、まあ、黙々と歩いていきましょう、うん、ではでは、またまた。いや、ついに来ましたね。ついにすすきの YouTuber たるやうちら、ドロドロ TV が2人揃って東京に進出。来ました。来ました、はい、配信者ブースこちらね。はい、なんかステージがね、あって。そうですね、はい、まあ、そちらで有名な配信者さんたちが何かしらのイベントをしながら、うん、俺らは周りで配信するという、うんうん、はい、そういうブースの。そうですね、はい、まあ、事前にうちら関係者として入れたんで、今まあ、だいぶ続いてますけど、すごいでもスタッフの数ですね、はい、過去ね、2回来てる俺としては、なんかとりあえずこの会場にすんなり入れるっていうのがもう言う。あそういう感じ。1時間ぐらい並ぶもん。あ、さあ、それぐらいね、並んでも来たいっていういいイベントですけどね、うん、まあ、はい、これから、今日はとりあえずここで配信をした後にちょこちょこと動いて回ろうかなと思っておりますが、はい、YouTube の方を撮っていいっていう話なので、はい、
はい、ちょこちょこ撮りながら行こうかなと思ってます。やってます、はい、ではでは皆様、はい、これから僕は10時からスタートしようかなと思ってますが、はい、玉様ちょっとねちょっと遅れるかな、ちょっと遅れるかもしれないですけども、はい、そちらの方帰ってきてからまた多分放送30分はすると思うので、もしよければそちらの方を見ていただければ嬉しいなと思って、まあきっとこの編集をした後に出た後だから見てくれたいとは思うんですけども、そうそう、見ていただければ嬉しいなと思います。タイムシフトも残りますんで、はい、もしよろしければよろしくお願いいたします、はい、ますではでは皆様今日一日頑張っていこう。よふありがとうございます。頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。すごい渋滞ができてます。大渋滞が起きてますよ、この車。大渋滞が起きてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。頑張ります。かぶりました。そうなんかね、僕らがブーちゃんが俺とブーちゃんのチケット持っててだから当たって2人とも違うブースで出てますこんなことある？やばいさ、マジでこんなことってあるの？やばいよ、やばいね。はい、皆さん前の方まで、前の方まで、はい、どうぞこちらどうぞ。すごーい、またまたちょっと豪華な、はい、一列でこちらルーマンで、はい、この赤いところまで、はい、ぜひ前まで、前までどうぞどうぞどうぞ。もっとこっち広いんで、いやすごいですね、またまたまたいろんなキャラがたくさんですよ。はい、じゃあまあ、順番に聞いていきましょうか。はい、行ってみましょう。はい、コスネームと、作品キャラ名の方お願いします。たまさまアットドルドル TV、デビルメイクライフ4のダンテやってます、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。デビルメイクライアンゲームですよね。ほうほう、すごいかっこいい衣装、これ全部手作りですかね。はい、全部手作りなんですけど、このコートは有名なちょっとデザイナーの塩上美智さんというレディーガガとかも衣装を作ってた女の子に作ってもらいました。すごい、オーダーメイドっていうことですよね。これはコートだけオーダーメイドで、あ、通りでなんかラインが綺麗だもん。お、後ろもラインがすごい綺麗。うん、すごい。一番のこだわりポイントはやっぱりこのコートですかね。そうですね、こうデザインに、もうヒゲとかもね、ちゃんと伸ばして自分のヒゲでやってるんで結構作品の愛も感じられますし、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。シャッターチャンス、皆さん、いや本当レザーのねコート、シルエットも綺麗だし、かっこいいな、着たいなこの衣装ね。かっこいいですよね。かっこいい、なんかブーツとかもめちゃくちゃかっこいいですね。すごいすごい、はい、いやもう皆さんやっぱね、ポージングから体型から衣装からすごいこだわりがね、こだわりがありますね。はい、はい、それでは皆さん今一度拍手の方お願いいたします。お願いします。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。それではあちらからご講談ください。せーの、ドーン。1334番、あ、立っていただきました、ありがとうございます。あちらの男性の黒い服を着てらっしゃる方ですね。
やってみて。すごい。じゃあ俺が見たのは2回目だ。なかなか買えないから一番すぐ買える。行きの電車ちらかり弁当今回ちらかり弁当なんでガムこんなに入ってる。ちょっと気になってはいたんだから、あーと思ったけどこれかみたいな。現実を見て、あーやっぱりこれで、ね、このかコストは良くないけどそして見てこれ、ちょっとフレンチなんで、こうエテピアさんはどんなに出たの？違うね、ガムが散らかっちゃったけどというわけでね、午後も楽しみたいなと思います。これから翔平さんのブラスの階段みたいなのが、あとまあ歌ってみたいもちょっとあったるかもしれないし、はい、いろいろやりながらね、なんかイメージ通りだろ、チェスとか将棋やってるし、ワイン飲みながらあのガム着てというわけで、はい、ちょっと楽しんでいきたいと思います。はい、よろしくどうぞ。そういう感じでやってたんですか？参加どうも。会場の電気が消えました。なんかね、どっかでイベントやってんでしょうね。サイリウムがめっちゃ消える。